Hey guys! さて、ここで質問です。ちょうど仕事が終わって事務所出ようっていう時に、上司が、おい、ちょっと待って、これもやってくれるかって言われた時に、あなたは断れますか？さ、やっぱり日本の素晴らしいところっていうのは、この日本の文化の優しさ。ね、挨拶もあるし、このやっぱり断らないっていうマナーっていうのは本当に美しいことだと思うんだよね。でもさ、それどこまで断らない人生を生きていくのかっていうのは、実際に大切な、人生でカバーするポイントの一つだと思うんだよね。本当にもう何も断らない、逆に断れないっていう人生を生きていくとどうなっちゃうんだろう。で、僕は実際に本当に、仕事の環境とかでもう断っちゃダメなんだっていうところにいて、超辛い毎日を生きてた経験があるのね。で、実はこの断る力っていうのは、筋トレで、スキルなんだよ。断る力って。だから筋トレでトレーニングするような感じで、ちょっとのトレーニングをやると、断る力って実際に身につくんだよね。で、断っても相手が怒らない。ね。断っても冷静になぜ断りたいのか、別の方法を提案するとか、そこまで持っていけると、全然断ってもマナー違反じゃない。断っても相手を尊敬することができて、断ることによって相手も尊敬してくれるっていうところに、なんかそういう世界も実はあるんだよね。今日はその断る力をどうやって身につけていくのかっていうことについてお話しできればと思います。で、まずね、僕本当に日本の文化が好きで、やっぱね、俺ね、ロマンだと思うんだよ、断らないっていうのは。俺大好きなの。もう本当に部下が、僕がこれやってくれないかって言って、僕がはーいとか言って、おーすみたいな感じで、もう思いっきりなんかやってくれるっていうのは、もう本当に俺ね、もう涙がね、出るぐらいに大好きなんだよね。で、逆に僕の大好きな先輩とか大好きなメンターがいたら、これやってくれないかって言ったら、おーすみたいな感じで、もう取り組んでいくっていうので、断らないっていう、人を信頼してやっていくっていうのは、本当にロマンがあって、僕大好きなことなんですよ。でもね、断る力っていうのを持っている上でそれをやるっていうのはまた違うことだと思うんだよね。で、どういうことかっていうと、誰かがこれやってくれっていうことをずっとやってると、自分が本当にやりたいことをできなくなっちゃうと思うんだよ。簡単に言うとどういうことかっていうと、例えば自分のさ、お部屋にクローゼットがあるじゃん。で、そのクローゼットのがもうパンパンになってて、自分が絶対着たくない、もうマジこれ着たら恥ずかしいしバカにされるし、もうこんなの絶対着たくないみたいな洋服が全部パンパンに詰まってるとしようよ。ね。で、毎日その洋服を着ないといけない人生を生きてるみたいな感じなんだよ。どういうことかっていうと、もしそのクローゼットがもうフルで嫌な洋服だけ入ってたら、自分のやりたい着たい洋服を入れないといけないよね。そうなると、もうパンパンのクローゼットのある部分を取り出して、誰かにあげるとか、ね、売るとか、ね、捨てないといけないわけよ。そうすると、そこのスペースのクローゼットにスペースが生まれて、自分が着たい洋服を入れるようになる。そういう感じなんだよね。だから自分の人生の中で本当にやりたくないことをずっとやってると、人生ってね、1日は24時間しかないからさ、ある程度これノーサンキューって言って、やりたくないことを遠慮して、自分が本当にやりたいことをできるスペースを作っていくのがめちゃくちゃ大切だと思うんだよ。でね、いやクリス、でもね、本当に礼儀正しく言うと断ってはいけませんよっていう考え方を、僕は本当にものすごい大好きなんだけど、ちょっとね、その日本の文化の違いと、カナダとかアメリカの文化の違いをちょっと話したいんだよ。どういうことかっていうと、僕は、アメリカとかカナダでも育ったことがあるんだけど、アメリカとかだったら断れる人っていうのはすっごい尊敬されてるのね。で、どういうかっていうと、文化的に、親が子供に「お前は断れる大人になれ」っていう、そういう文化が実際にあるわけよ。意外と逆でしょ。ちょっと分かりやすく説明すると、僕が尊敬している人の中にウォーレン・バフェットっていう人がいるんだよね。彼は、よく、インターネットとかで世界一の投資家って言われてて、本当に11歳の時に初めて株を買って、今は88、89歳ぐらいなんだけど、本当に彼をお金の価値にすると8万7000億円持っている人なんだよね。ちょっとここもう一回ポーズするね。7億円じゃないですね。70億じゃないよ。700億じゃないよ。7000億じゃないよ。8万7000億ね。考えられない。ね、87 billion dollars net worth なんだよ。Alright? で、ちょっと面白いクォートがあるんだよ。ね、彼がインタビューで成功の秘訣とは何ですかって聞かれたの。なんと答えたと思う？それは断ることなんだよって言ったの。ね。The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything って言ったんだよ。ね、だから成功している人と大成功している人の違いは何かっていうと、大成功している人たちはほぼ全てに「ノー」って断っているんだよ。は？どういうことなの？まあ、実際にこれよく考えると分かるんだけど、彼の仕事は投資家なのね。だからもうこんなにお金が入っていると、もう毎日何千件のようにいいオファーが来るんだよ。これに投資しない、これに投資しない、これやらない、これやらない、これやらないって。で、彼が成功してできた理由、彼が言っているのはそういうのをノーって言ったので、自分が本当に投資したい、自分が本当に理解してて、からくりが分かってて、本当に信頼できるビジネスモデルとかだけに投資を続けてきたんだよね。だからもう毎日彼は何やってたのって言ったらノーって言いまくってたの。それが彼の成功の秘訣だったって言ってるわけよ。なのでこのね、ちょっと文化の話に戻るんだけど、この断るっていうのもある意味素晴らしい、尊敬できるポイントでもあるとは僕は思うんだよね。で、ここの一つのサブポイントは、礼儀正しく断るとマナー違反ではないんだよ。嫌だよ、やりたくねえよみたいな形の断り方じゃなくて、お互い相手をこれをやってくれっていう人を尊敬しながら、ね、いや、なぜこれができないのか、なぜこうじゃなくてこの方法をやりたいのかっていうのを相手を尊敬しながら話すと、それは全然マナー違反じゃないんだよね。でもし本当に人生をずっと断らないまま生きているとどうなると思う？ね、よく2つのパターンがあるんだよ。ずっと断ってないと何が起こるかっていうと、ストレスが溜まってくるんだよね。で、ストレスが溜まると人間はどうなると思う？爆発しちゃうんだよ。ね、でこの爆発の仕方も微妙で、ね、中には仕事の中でずっと断らない仕事が来て、これやってこれやってこれやってってもうパンパンになって、やーってなって仕事の中で爆発するタイプもあるんだよね。俺本当に仕事の中で爆発して、もう本当に命が危険になるようなことも見たことがあるんだよ。だから社内で爆発するっていうのもある。でもそれだけじゃないんだよ。この溜まってるエネルギーが、ダムがパンパンになるみたいな感じで、これが実は通勤中にバーンって出ちゃう時もあるし、または家に持って帰って、そのエネルギーで、そのエネルギーが家族の人、例えば妻とか旦那さんにバーンって出ちゃうとか、自分の子供にも出ちゃう時があるんだよね。でもう一つ、この断らない人生を続けていくとよくあるパターンっていうのは、やっぱりうつっぽくなってくるんだよね。人生がモノクロみたいになって、もう本当に人生が嫌になっちゃう。自分がやりたいことが一切できなくなって、ずっと辛いことを続けないといけない。人生が辛いのが当たり前なんだっていうのが本当のリアリティになってしまうっていう、その危険性もあると思うんだよな。でね、このいや断るっていうのは自分のためっていう時もあるんだけど、実はあなたが断ることを、これをスキルにすることによって、自分だけじゃなくて相手のためにもなることっていうのは実際にあるんだよね。ちょっとすごい、ちょっとオーバーリアクション的な例なんだけど、ね、自分の家族でおじさんがいて、でこのおじさんがもうパチンコしまくってると。で仕事があんまりうまくいってないんだっていうのをね、噂で聞いてて、でそういうお酒もいっぱい飲んでると。でそのおじさんが「よー!」とか来て「ちょっとさ、悪いけどさ、10万円貸してくれないかな、ちょっと今仕事のピンチでさ、来月返すから」とか来るわけよ。でそれ断らないで10万円その人にあげちゃったらどうなると思う？ね、やっぱりこういう時は頭で論理的に考えた方がいいと思うんだよね。多分その人は10万円をお酒とかパチンコに突っ込むと思うんだよ。ね、でもそれでも本当に心の中でこれが正しいんだって思うんだったら絶対やった方がいいと思うんだけど、ポイントは中には自分が断ることによって相手も良くなるっていう時があるんだよね。で、中にはそれ断ると自分の会社のためになるっていう時もあるし、自分の家族とか友達とか自分の子供のためになる時もあるんだよね。だから決してこの断る力っていうのはもう勇気を持ってもう試してもういいことだと思うんだよ。で、面白いこと言ってあげようか。面白いのよこれね。断る力を自分で身につけていったら気づいたことなんだけど、ブラック企業の社長って実は断りまくってんだよね。本当に何断りまくってんのって。社長帰っていいですか？ダメだ、これは断る。ね、これやっていいですか？ダメだ、断る。ああ、もうちょっとゆっくり働いていいですか？ダメだ、断る。これやりたくないんですけどやらなくていいですか？ダメだ、営業してけみたいな。もう本当にね、強い人って断りまくってんだよ。何に断ってるのって言うと、あなたがやりたいことにノーって言ってんだよね。面白いよね。面白いよね。だからね、大切なポイントは、人生の中で全てのことにやすって言っているとできないんだよね。無理なんだよね。もう仕事に来て、これやって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 ってね。これをもう本当に学校の宿題みたいなように全部 100% で100点満点のようにやるっていうのは現実的に不可能なんだよ。だから何を断るのかっていうのを優先順位をつけてもう断っていくっていうのがこの人生のルールだと思うんだよね。もう本当に全部断らないっていうのは無理なのよ。で、一つ注意しないといけないことがあるんだよ。ね、この全てにもう断らない、全部やってますっていうとリアクション的な人生になるんだよね。どういうことかというと、人生で成功するためには自分の人生の中で何が大切なのか、何をやりたいのか、まあよくね、ビジョンを持て、 What do you want to do with your life? どういう人生を生きたいのかっていうのを明確にして、そのためにどういうステップが必要なのか、そのためにどういうお金のエネルギーが必要なのか、ね、体のエネルギーとか何をしないといけないのか、誰が教えてくれるのか、誰がやってくれるのかっていうのを明確にして動いていくのよ。それがこのルールみたいなもんなのよ。成功の条件みたいなもんなんだよね。でもこれやって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 って言って、あ、怖いからとか言ってダメですとか言って、まあしょうがないからやってるとね。そういう人生っていうのはね、リアクション的な人生で、自分がね、例えばね、アメリカに行きたいっていう感じでアメリカにね、今後飛行機乗って行こうって言ってるんだけど、お前ちょっとシベリアにやってきて、シベリアの後にサウジアラビア行って、しかもね、車じゃなくてラクダで行ってくれみたいな、やっすよみたいなね、そういうのをやすって言っちゃってるわけよ。で、こういう人生を生きているとどうなっちゃうのかっていうのはね、ちょっと厳しい言い方で本当に申し訳ないんだけど、本当にアンソニー・ロビンズが言ってたんだけど、自分が川の中でもう本当にね、その水に人生をお任せして流れていって、ちょっとこの岩にボーンってやって、今度こっち行ってボーンってやって、今度こっちボーンってやって、もう気づいたら人生がパッて終わっちゃうみたいな。自分がやりたいことができなかったってね。でもね、一つ言えるのは、あなたは断って幸せになっていいんです、ね、自分を幸せにしていいんだよ、ね、これは世界のルールなの。幸せになっていいんだよ。で、ちっちゃいところから幸せになっていいんだよね。で、もしね、さっきの質問で、ね、もし仕事帰る時に、ね、これやってって言って本当にやりたくない、でこれやっても何も価値がなくて、いや本当にこれやりたくないっていう時に、いや断れないって、ね、断ることに恐怖を感じるんだったら、それは実はですね、すごいいいことなんですよ。なぜかというと、多分ね、それは自分には断るスキルが自分に必要な分だけ足りてないっていう証拠かもしれないからなんだよね。だからそれが分かると、あ、断るスキルを上げればいいんだって言って、断るスキルを上げるのは実はめちゃくちゃ簡単なんですよ。もうメソッドがあるのね。本当に3ヶ月で普通の人だったらもうほぼ何でも断れるようになっちゃえられるんですよ。ね。で、どういうことかっていうと、本当にね、もう筋トレみたいでやってればもう実際につくわけなんですよ。その断ること力っていうのはスキルで、それを練習するとすぐつくのね。じゃあどうやってそれをつくのかっていうのを、ちょっと3つの方法を紹介できればと思います。Alright. まずやっていただきたいのは、ね、自分が断りたいことをリスト化にしてください。これは紙に書く、ノートに打ち込むとかでもいいんだけど、本当に今ビデオ5分止めて、もう5分間、3分間でもいいよ。もう書きまくって、これ嫌だなっていうことを、断りたいこと。で、今度それを大中小、リスクによって何が起こるか。ね、これ断ったら大変なことが起こる。これ断ったら、ちょっとやばいな。これ断ったら、多分何も起こんないんじゃないみたいな感じで、大中小に分けてもらいたいんですよ。OK? なので、どこにフォーカスするかっていうと、小さいところにフォーカスしていくんだよ。ね。これ断ってもリスクがないな。これを断って失敗しても、あんま悪いこと起こんない。ね、例えば、ね、いきなり仕事が辛いから断るってなると、いっぱいコンセクエンス、いっぱいいろんなことが起こるわけよ。ね、そういうでっかい仕事を辞めるとか、上司にこれ嫌だとか言うんじゃなくて、もうちっちゃいところからスタートするの。ね、中には例えば、コンビニで行ってレジ袋をつけている店員に、レジ袋は結構ですって言えない人もいると思うんだよね。そういう時は、レジ袋は結構ですみたいな、ちょっと怖いかもしれないんだけど、ちょっと勇気を持って行ってみるんだよね。で、中にはもうちょっとレベルが高くて、例えば友達から誘われるとか、仕事だったら仕事中になんか上司とか、上司は別として同級の仲間からこのランチ行こうよって言って、ちょっとお金のセービングしてきて、本当は1000円のランチ食べたくないんだとか、本当はおにぎり持ってきてね、おにぎり1人で食べたいんだけどっていう時あるじゃんね。そういう時に、いやごめん、ちょっと今日はって断ってみるね。行きたくない飲み会に誘われちゃったっていう、そういう、別に断っても大したことが起こらないようなところから、ぜひ始めていっていただければと思います。で、これをまず2週間やっていくと、今度小をちっちゃいこと断っても、悪いことって起こらないんだって気づき始めるのね。で、そうすると中レベルのものに断り始めていただきたいんだけど、中レベルをスタートする前にコミュニケーションのトレーニングっていうのが多分必要になってくると思うんだよね。例えば上司が帰る前に「お、ごめん、これやってくれるか」ってもう本当に帰る途中に言われて「いやー、やべえ」っていう時はね、すいません上司、これぜひやりたいんですけど、今ちょっとこういう予定を立てていて、今本当に疲れてて、今やってもあんまりいい仕事できないと思うので、本当に申し訳ないんですけど、これ明日の朝とかにできませんかとか、それかその次の日とか、次の次の日に、この間夜帰る前に止められてこれやったんですけど、実は本当に僕ちょっと疲れててとか、そういうコミュニケーションの、相手を尊敬しながら話せるようになると、実際に相手は怒んなくて全然マナー違反じゃないんだよね。逆にそうやって話すことによって相手も尊敬してくれるんだよね。Alright? で、2つ目の方法なんだけど、これはね、さっきのクローゼットの話になるんだけど、例えば自分のクローゼットの中がね、ちょっとスペース空いてて、本当に欲しい洋服があったら、それを買うために他のことって断るでしょ、他の洋服。同じように自分の心の中に本当に求めていることが明確になっていると、それじゃないことを断れるようになるんだよね。これ本当に7つの習慣のスティーブン・コービー博士が言っていたコートなんだけどね。You have to decide what your highest priorities are and have the courage. And the way you do that is by having a bigger yes burning inside. 自分の人生の中のプライオリティ、優先順位を本当に明らかに明確にして、本当に手に取りたい結果を優先的にやる。そうすると、それじゃないものはノーサンキューって言えるようになるんだよね。だから何に安を言いたいのかっていうのを明確にするっていうことなんだよね。それがちょっと2つ目のステップなんです。ごめんね、ちょっとこのビデオあんまり時間がなくて、本当にこれは本とかオンラインコースでね、本当に1ヶ月とか2ヶ月のコースでやると、徐々筋トレ、スキルアップできる話なんだよね。で、3つ目のやり方、ちょっとちらって考えていただきたいんですけど、断りたいなっていう時に、いや、これ断れないなっていう時、なんで断れないのかっていうのをより深く考えることなんですよ。例えばお母さんの場合とかよくあると思うんだけど、お母さんでなんか小学校の PA とかあるよね、 Parents Association ね。で、そのお母さんたちのグループのがあって、じゃあ何々さん、ちょっとこの時みんなにご飯40人分のご飯作ってくれませんかとか言われると、断れない、断りにくいよね。で、こういう時はすごいでっかいチャンスなんだよね。ランチ会の料理作るの断れっていう、それがポイントじゃないんだよ。ポイントはなんで怖いのかっていうのを明らかにするの。でするとね、いやこう思われるのが怖いから、そのお母さんの PA のグループたちに私の家族はこうできない人なんだって思われるのが怖いからとか、ね、上司とか同級生から僕はこれができないんだって思われるのが怖いから、いやじゃあそう思われたもうなんで怖いのっていうことなんだよ。なんでそれが怖いので、これをなんで怖いの、なんでそれが怖いのっていうことに深まっていくと、よくあるのが子どもの時に、例えば小学生とか幼稚園の時にお父さんお母さんから「これはダメだよ」って強く言われたからとか、ね、または先生とかに、ね、学校の先生とかに「お前こういうふうに言っちゃダメだよ」っていう、その時に言われたからっていう理由に届くわけよ。でその時に聞くのは、本当にこの理由って正しいのかなって、もしもう一度その理由を自分に言うことができたら、本当に自分この理由選ぶかな、この理由は愛が入っている理由かなって考えるわけよ。でするとその前に決めた理由がパッて外れるようになると、いや正直言ってねやりたくないことを断っても全然 OK だっていうのを気づくわけよ。ですると自然にその断る勇気っていうか、嫌われる勇気みたいな感じが全然ついてきて、いや別に僕断っても悪い人じゃないし、その人愛してるし、その人のニーズもあるし、逆にその人が怖いだけじゃんとか、そういうなんか気楽になるようなことに入ってくると思うんだよね。なので本当になんか恐怖があったらすっごいメガチャンスなんだよ。もう恐怖があったらその恐怖をめくってみる。なんで怖いんだろう、何を恐れているんだろう。でそれがもう1枚めくったらその次の恐怖があるからちょっと怖いんだけど、もう1回めくってみるの。いやなんで俺これが怖いんだろうって。でそれを 2,3 回皮むいてみると、あ全然勘違いじゃんっていうのがよくあるんだよね。だからもし本当にこの人生がもしこういう教育の学校だとしたら、一つ必ずあるルールは、恐怖っていう課題をクリアすると必ず幸せになれるの。で人生にはあなたのレベルに合っている課題が必ず来ているのね。なので本当に3ヶ月ぐらいで絶対マスター、ほぼの問題はマスターできると思うので、もし断る力ちょっと足りないなって思ったら、是非ですねこれをきっかけにしてちょっと真剣に少しずつ断る力を身につけていきましょう。Alright. 全然礼儀正しく断るっていうのはマナー違反じゃない。逆にそれが相手のためにもなる時もあるし、自分が幸せになる時もあるし、自分の仲間とか家族とか一緒に働いている人たちも幸せになる時もめっちゃあるんだよね。なので僕がその今日お伝えしたいメッセージは、本当に無理してずっと断らないっていう人生は本当に僕生きなくてもいいと思うの。それどんなに周りの人とか社会が「いやそんなの断っちゃダメだよ」って言っても、自分の人生は自分で決めていくのが全然それで OK だと思うし、本当に自分がもうプレッシャーを感じてもうできないよって感じてたら、いや全然少しずつ断って、ね、ちょっと自分を復活させて、そして自分が良くなったらまたそういうねことを受けるとか。そういうのも後から受けるっていうこともできるから、決して断っちゃダメっていうのは全然断るっていうのは本当に素晴らしい、人生の中で逆にすごい大切なことだと僕は思います。Alright, you guys, thank you so much for checking out this video, and I'll see you next week at 7 p.m.